ナビゲーターの彩香です。皆さんはユーマ、未知動物って聞くとどんなイメージを持っていますか？私の場合、ネッシーやツチノコみたいにどっちかというと人目を忍んでひっそりと生きているって感じがするんですが、どうでしょうか？まああまり攻撃的だったり自己主張が強かったりすればあっという間に未知ではなくなっちゃうわけだからしょうがないんですが、世の中にはスケールが大きすぎて人目につかないユーマもいるみたいです。そこで今回紹介するユーマはおそらく陸生のユーマの中で最も巨大だと思われるやつです。しかも局所的にですが地震すら起こせるっていうのですから、もう動物の域を超えてますよね。というわけで、さあ史上最大のユーマを見に南米はブラジルにレッツゴーです。それでは行きましょう。史上最大のユーマ、ミニョコン。南米アマゾン川流域には古くから巨大生物の目撃情報があるんだ。巨大って言っても雪男やネッシーの比じゃない。なんと全長は45メートル、幅は3メートルにも及ぶというもの。現地の人たちはその怪物をミニョコンと言って恐れているんだ。ミニョコンの正体は巨大なミミズではないかというのがもっぱらの説。確かにミミズであれば普段はずっと地面の下で生活しているわけだから人の目に触れづらいのもわかるよね。でもそうは言ってもたかがミミズです。よく雨の降った翌日にアスファルトの道路の上で干からびているのを見かけるけど、10センチもあれば立派な大物だよね。体長45メートルっていくらなんでもね。実際の巨大ミミズ。ところが世界にはいるんだね、でっかいミミズが。現在世界で最も大きいミミズとして実際に記録として残っているのは、南アフリカで見つかったミクロカエトゥス・ラピというミミズ。この子は1967年に南アフリカ共和国のキング・ウィリアムズ・ダウンという町の道路脇で見つかったんだけど、長さは 6.7 メートル、太さは2センチもあったんだって。記録には残っていないけど、現地では長さ7メートルオーバー、太さ7センチ、重さ30キロという強者がいたらしい。30キロって言ったら小学生と同じくらいの体重だよね。その他にもオーストラリアにはジャイアントギプスランドアースワームというミミズがいて、こちらは長さ 3.6 メートル、直径15センチなんて目撃情報もあるみたい。世界ってすごいな、なんて言ってられないよ。日本にも巨大ミミズがいて、その名もシーボルトミミズ。関西地方の山林で見かけることの多いミミズで、現地の人たちからはカンタロウミミズの愛称で親しまれてるんだって。ごめん、親しまれてるかどうかはわからないけど。最大体長の記録は約40センチ。特徴として生きている時は光沢のある青紫色に輝いているんだ。その他にも奈良県を中心に見られる奈良大ミミズや60センチオーバーの目撃談もあるハッタジュズイミミズなど、結構多くの巨大ミミズがいるんだね。ただ日本に住んでいる巨大ミミズはほとんどが寿命が3年ほどと言われているのに対し、ミクロカエトゥスラピやジャイアントギプスランドアースワームなんかは15年とも20年とも言われているんだ。まあだからそれだけ巨大化できるのかもしれないね。目撃談。それでは実際のミニョコンの目撃情報を見てみよう。1849年のある日、アマゾン川近くに住むデオスという人が夜中に激しい揺れを感じ飛び起きたんだ。まるで地震のような揺れと同時に屋根に何かが打ちつける音が一晩中続き、一睡もできずに朝を迎えたそう。明かりもろくにない現地のこと、恐怖のあまり外で何が起きているか確認することもできなかったんだって。ようやく朝が来て、デオスは恐る恐る家の外に出てみた。するとそこには幅が3メートルにも及ぶ巨大な何かが張ったような跡が遠くジャングルの彼方まで続いていたんだって。地震のような揺れは巨大な何かが張った時の振動、そして屋根に打ちつけられた音は巻き上げられた土砂が降り注いだ音だったんだ。さらに1870年には実際にミニョコンが目撃されている。目撃情報があった場所にはやはり巨大な何者かが地面の下を移動した痕跡があったんだって。ミニョコンはあまりの巨大さゆえに目撃情報のスケールも大きいんだ。
ある時はまるで山が動いているようだったり、ジャングルの木が根こそぎ倒されるなんてこともあるんだって。もうこうなると災害だよね。もともとミミズは土を食べて土を糞として出す。ミミズがたくさん住んでいる土地はとても豊かで肥えた土になるらしい。でもミミズ自体は何かを選んで食べているだけではなく、途中を進む際に土に入ってくるものは何でも食べてしまうんだ。だからもし仮に進行方向に家や人間がいてもお構いなしに食べちゃうんだろうね。直径3メートルって言ったら大きなクジラの口くらいあるもんね。人間なんか人のみだよ。しかし6メートル3センチのミミズがいたからって45メートル幅3メートルのミミズっていきなり信じろって言われても無理があるよね。そもそもミミズは関係動物で非常に柔らかい組織で体が作られているんだ。だから直径3メートルもあったら地中で押しつぶされちゃうんだよね。まあミニョコンの目撃情報によると非常に硬い堆肥をしているってことだから普通のミミズとは違うのかもしれないけど、やっぱり45メートルはね。新たな発見。ところがここに来てミニョコンが実は地球外生命体なんじゃないかって意見が出てきたんだ。それは NASA が公開したこの写真。これは火星探査機マーズオポチュニティが送ってきた写真なんだけど、画面下の方、岩肌を這い登るミミズらしきものがはっきりと写っているよね。実はこれ以前にも火星表面を写した写真には巨大ミミズらしきものが収められていたんだけど、画像が荒かったりボケていたりで地表の模様がミミズのように見えただけって結論付けられていたんだね。だけど今回のマーズオポチュニティから送られてきた鮮明な画像には、これどう見てもミミズでしょってな感じで何かが写っている。すでにこの謎の生物にはマーズワームって名前が付けられ、専門家たちが研究を始めているんだって。さらにミニョコンと火星を結びつけるもう一つのニュースがあるんだ。それはオランダのワーヘニンゲン大学で行われたとある実験結果。ワーヘニンゲン大学のビーガー・バーメリンク博士は、 NASA が火星の土の成分を元に作った模擬土を使ってミミズが生息できるかという実験をしていたんだ。その結果、なんとミミズは独自のコロニーを形成し子孫を残すことにも成功したんだって。まあ気候や大気の問題もあるから一概には言えないんだけど、もともとミミズは生涯のほとんどを土中で過ごすわけだから、火星の土でも繁殖可能ってことは大きな意味を持っているんだよね。大昔何らかの理由で火星から地球にやってきたミミズの子孫がアマゾンに潜む巨大ユーマ、ミニョコン。そんなロマンあふれる説を唱えている専門家もいるんだって。まあ私的にはロマン以前にあのうねうね感がちょっと NG なんだけど、それでも大宇宙を旅して地球にやってきたんだとしたら、まあそれなりにってやっぱ無理かな。今回は南米に住む規格外のユーマ、ミニョコンについてお話ししましたが、どうでしたでしょうか。確かにアマゾンに人知れず45メートルもの大怪物がいるかもって話は胸熱ですが、それより私たちの暮らす日本に45センチのミミズがいたってことの方が私的にはショックなんですが、皆さんはいかがでしたでしょうか。ぜひご意見ご感想をコメントで教えてくださいね。また動画を見たら評価のご協力をお願いします。それじゃあ今日はこれでおしまいです。また今度ね。バイバーイ。このチャンネルは世界の都市伝説、謎、ミステリー、神話、雑学など幅広い話題を提供しています。よろしければチャンネル登録、評価の方のご協力をお願いいたします。それでは次の話題をお待ちください。